防衛省はアメリカ軍がオスプレイの飛行停止を解除したことを受け、今日以降準備が整った機体から順次飛行を再開すると発表しました。オスプレイをめぐっては去年11月、鹿児島県屋久島沖でアメリカ軍のオスプレイが墜落し、乗員8人全員が死亡した事故を受けて全世界で運用が停止されていました。防衛省の発表によりますと、今月8日オスプレイの飛行停止の措置が解除されたことを受けて、陸上自衛隊に配備されている機体についても今日以降準備が整った機体から順次飛行を再開するということです。吉野ヶ里町のメタバル駐屯地には陸上自衛隊の1機が駐機していますが、九州防衛局によりますと、まずは木更津からになるのではないか、メタバルから飛ぶ場合は周辺自治体に丁寧に説明したいとしています。一方、沖縄に駐留するアメリカ軍の海兵隊は早速今日午前から飛行を再開しています。一方、飛行再開について山口知事は、もう早いなというふうに思いましたし、その理由のところで不具合の詳細がはっきりしてないなと思いました。今後とも引き続いて、事故原因の究明とか安全対策についての説明を受けたいというふうに思っています。またメタバル駐屯地に置かれている1機については、メタバル駐屯地には整備クルーがいない、飛び立つのか陸で搬送されるのか、どういう形になるのか説明を求めたいと考えを示しました。